今回は主人公と緑が授業を受けていた教室について調べてみました。主人公の渡辺が通う大学についてですが、作品中には以下のことが示されています。都電の駅の近くにある。近くに古本屋街がある。私立大で文学部がある。大学紛争が盛んだった。寮、目白の和恵塾から吉祥寺に引っ越したことで大学までが遠くなった。村上春樹さんの出身大学である早稲田大学はこの全てを満たします。渡辺は文学部で演劇を専攻していますが、早稲田で演劇を専攻できるのは第一文学部演劇科のみです。そして村上春樹さんが卒業しているのも早稲田大学第一文学部演劇科です。村上春樹さんは早稲田大学を選んだ理由についてこのように話しています。僕は実は映画をやりたくて、シナリオを書きたくて、それで映画演劇科のある早稲田に入りました。当時映画科があったのは早稲田と日芸と明治大学だけでした。主人公である渡辺と村上春樹さんが入学した年について見てみましょう。作品には次のような記述があります。4月半ばに直子は20歳になった。僕は11月生まれだから彼女の方が約7ヶ月年上ということになる。これは1969年の4月のことなので、渡辺は1949年の11月生まれということになります。一方村上春樹さんは1949年1月12日が誕生日です。渡辺は大学2年生で20歳になることから現役であることがわかります。一方村上春樹さんは早稲田に入るときに一浪しています。つまり2人とも1968年に早稲田大学第一文学部演劇科に入学したことになります。こちらは文学部の講義棟の廊下です。2001年の講義要項で演劇科の授業内容を調べ、シェイクスピアの授業が行われる教室を撮影しました。ちなみにこの文学部キャンパスは主人公の通う寮である和恵塾から歩いて15分ほどのところにあります。それでは和恵塾から早稲田大学までのルートを空撮動画で見てみましょう。